大丈夫。バッテリー上がる。100%。じゃあ行きましょう。はい、到着。で、早。セントラルフェスティバル。タイ人があのみんなセンターセンターって呼んでるとかやな。のど飴。とりあえず、海の見える。スブシア。海の見える。あのすごいおしゃれなカフェあるから。メガネで俺映っとる。そこに行こうか。ちょっとカフェで、お茶しよう。OK。Let's go。Let's go ってなんかジョーブログみたいで嫌じゃない。いやでも使ってるやんよ。レディーゴー、どっちがいい？レディーゴー。レディーゴー。いいし。エレベーターの場所が分からない。はい、来ましたよ。ここはこれね。エレベーター、カメラにグレーター見つけたから。うん、これや、ほら。これのことかな？から乗り換えなあかんのよ。え、そうなん？うん。確か46回いうことで、46回分からんけど、なんかえらい高い回数だったけど、16回って言ってたで。あ、16回から乗り換えて言って、乗り換えてって、うん、なんていうタイムで、さあ、いや英語やったと思うけどな、なんかチェンジやなんやいうことで16回着いたな。早いな、エレベーター。あれでも着いたで。あれやっぱほら、こっから上上がんねんて。え、16回でええんか、これで終わりか。ここやったっけ。到着。到着。いや、金持ちですよ。はい。待ってるね、全部。開いてないから、ちっちゃいとこ座る。いや、無理や。チャレンジャーか。すごいいい景色だ。カフェもおしゃれやしさ。超おしゃれやろ。金持ちになった気分。いや、そこにリュックサック乗るからな。そうや。いや、でもかっこいい。リュックサックじゃん、あれダブサックです。ちょっと開いてないな、どうしたか。開いてないね。船だらけ。人生という荒波にみんな出航していくんだね。こんな荒波景色見たら、また明日から頑張ろうっていう気持ちなんだ。開いてないね。いや、だいぶ席じゃねえわ。これ席じゃねえ。席じゃねえわ。それ子供用遊具だわ。子供用遊具だわ。おしゃれな席じゃない。ちなみにこれいくら？それね、一杯ね、600、700円ぐらいかな。円で、コーヒーが。もうちょっとするかな。まあ、1000円しないぐらいだと思う。え、このままだほら、スターバックスと変わらへんね。でも、なんか値段がね、なんか書き方がね、まあ、でも1000円はしないと思う。スタバの、まあ、倍はいかへんけど。これしかも、あれちゃん、今流行りの紙ストローってやつやん。へぇ、そんなんなんや、エコロジーな。そう、プラスチックのストローが。あ、そうなんだ。問題されてる。へぇ、なるほどね。あ、だから後ろのことする。だから最近ストロー、ファミレスとかでもなんかストロー出さへんようにしてるから。あ、そんなのがあるんだね、やっぱりね。だから、まあ、金持ち気分味わっちゃうわ、俺。うん、パテやで。じゃあいただきます。あー、ビールはうまいな。いや、なんでビール、バービアで飲めよ。バービアで飲めよ。